こんにちは、スターリストの大山俊です。今回の動画では、着こなしに季節感を取り入れようというテーマでお話をしてみたいと思います。動画を撮ってる今なんですけれども、2月の14日なんですね。まあ、バレンタインデーですね。通常であれば、この時期ってめちゃくちゃ寒いと思うんですよね。ダウンを着たいですとか、ウールのコートを着て、結構着込むことが多いかなと思うんですが、今年はダンプトンなので、かなり暖かいです。 今日天気予報を見ると16度ぐらいまで上がると予報が出ていたので結構ですね、ウールだとかダウンだと暑いと思うんですよね。ですので僕は今日は春コートと呼ばれるようなこれはコットン地のものですね。まあ、デニムの風合いのものなんですけどこういったコートを着て出かけようかなと思っています。でも実際に街を歩いてる人を見てみるとほとんどの方がまだダウンだとかウールのコートを着てるんですね。 多分ですね、日中は暑すぎると思うんですよね。そして何より、もう陽気としては春の陽気に近いので、そういった雰囲気と着こなしがマッチしないんですね。 これがあんまりおしゃれに見えないポイントだったりします。結構おしゃれな人というのは季節だとか気温に応じて自分の着こなしを自由に変化させることができるんですね。ですので、この動画を見ている皆さんもぜひ毎朝天気予報をしっかり見ていただいて、あ、この気温だったらちょっとウールは暑いかな。 ちょっと春のコートを用意してみよう。そういった気候に応じた着こなしの変化を取り入れるようにしていただきたいなと思っています。で、先ほどのお話の中にも出てきましたけども、多くの方がウールのコートとかダウンで冬を乗り越えようとしてしまうんですね。そうすると、やっぱり3月とかだと暑すぎたりだとか雰囲気に合わなかったりするので、ぜひ皆さんには春コートというものを用意していただきたいなと思っています。 僕が今着てるのはデニムのコットン系の素材なんですけどもこういったコットンだとかナイロンポリエステル系の春コートを用意をしておくと3月ですとか4月もしくは秋にも活躍するんですね10月とか11月 まだ本格的な寒さを迎える前にちょっと羽織る時にはこういった春コートが非常に役立つかなと思いますぜひ皆さんもですねこの3月4月あたりに活躍するようなコートを買い揃えていただきたいなと思っています使いやすいのはですねコットン系ですとかポリエステル系のステンカラーコートですね こういったものがあるとめちゃくちゃ使い勝手がいいんですね。で、色に関してはベージュなんかを取り入れると春らしい雰囲気が出ますし、もしくはネイビーでも少し明るめのネイビーを選んでもらうと春の着こなしにですね、すごく馴染みやすいんですね。 ぜひこういったものをユナイテッドアローズグリーンレーベルですとか、エディフィスですとか、ナノユニバースですとか、こういったセレクトショップで一着購入しておくと、季節に応じた着こなしが作りやすいかなと思いますので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。